皆さんこんにちは。僕はですね、JR 東日本、JR 東海、東京駅に来ております。本日は2024年の8月1日なんですが、先月7月25日ですね、山形地区を中心に大雨の影響というのが出ており、今現在 JR 東日本では山形地区一部区間列車の運転ができていない状態なんですよね。で、今回なんですけども、山形新幹線を使いましてね、今からちょっと新潟方面に向かうんですけども、本日は山形新幹線で大石田、こちらまで向かうことになります。で、普段だとね、山形新幹線っていうのはこの東京から福島までは東北新幹線を走り、福島からはいわゆるそのミニ新幹線区間ですねを通り山形新幹線という風になるんですけども、山形とかを通りで最終的には新庄までつながっているんですけども、先月の大雨の影響で7月末から昨日7月31日まで山形新庄間というのが運転できない状態でした。ただ本日8月1日からですね、山形と大石田の間ですね、こちらの運転が再開したということで、翼号に関しても大石田駅として運転されます。で、大石田新庄の間、山形新幹線の翼号としては1駅なんですけども、だいたい20キロぐらいですね、大本線の駅としては間に3つぐらい駅あるんですけども、この20キロの区間に関しては未だに運転見合わせとなっていて、今バス代行輸送というのを行っています。で、この区間に関しても8月中旬からはですね、運転再開できるみたいなんですけども、本日はですね、大石田駅のちょっと翼号に乗ってね、山形方面向かおうと思ってます。本当はね、ちょっと今から最終目的地はちょっと明日に新潟に行けないといけないんですけども、上越新幹線に行くよりも山形新幹線周りで行くと、ちょっとでも多くね、JR にお金を払うことができるので、応援も、ね、込めた意味で、今回ね、ちょっと山形新幹線で大石田まで行こうと思います。で、大石田から先のバス代行使って一応新庄まで抜けることはできるんですけども、新庄まで行ったとてまだ鉄道がほとんど動いていない状態なんですよね。で、大石田から先っていうのはまだまだね、かなり災害、復興している状態だと思うので、そんな時にね、こんなね、夏の暑い時に僕みたいな何もできない人間がポンと行ったところで邪魔になるだけなんで、ちょっと今回は大石田までにします。代行バスっていうのはちょっと利用はしないんですけども、新幹線で行ける大石田までちょっと今回ね、乗っていくんで、動画にしていきます。よろしくお願いします。こちらがですね、東北新幹線とかの列車案内なんですけども、今回利用するのは12時ちょうど発になります、やまびこ翼137号ですね。行き先のところが表示出ていませんね。で、基本的に大石田行きになるのは、普通だと新庄行きとして運転される列車になります。ただ朝の1本と、あと最終の19時台の新庄行きかな、こちらの2本に関しては山形新庄間は、運転見合わせ取りやめとなっているので、大石田行きとしては運転されません。一部のなんていう新庄行きが大石田行きになっているという認識で大丈夫だと思います。詳しくはね、 JR 西東日本の公式サイトの方でちょっと確認してみてください。ちなみにこっちの表示だとちゃんと出てるね。上から2つ目、12時発オンタイムになってますが、仙台大石田と出ています。やまびこ翼137号ですね。途中福島まではやまびこ号と連結して走ります。福島でそれぞれ切り離して走るという形ですね。23番線からの出発、ちょっと日本語表記になかなかならないんですけども、結構長いですね、英語表記が。他の新幹線もバーって出てますけども、こんな感じでね、夏休みシーズンですから各方面に新幹線が運行されています。変わりました、仙台大石田の表示ですね。翼号が大石田駅として運転されるのは、今回が初めてなんじゃないかな。新幹線改札の中に入りました。やはり案内には大石田との、表示は出ていませんね。翼号に関しては全車指定席で運転、やまびこは E5 系で、翼号は今回 E3 系になります。 E8 系の運用ではありません。で、この横の停車駅案内のところを見ると、ちゃんと出てるね。停車駅は上野、大宮、宇都宮、郡山、福島で、福島で切り離して山形新幹線は米沢、赤湯、上野山温泉、山形、天童、さくらんぼ、東根、村山、そして終点の大石田と走ります。終点の大石田には3時間15分ぐらいかけてね、走るのかな。で、大石田新庄間に関しては代行バスの利用となりますね。ちなみに大石田新庄間に関しては代行バスノンストップで走ります。新庄まで途中真ん中のね、在来線のみが止まる駅には止まらないですね。在来線の普通列車のみが止まる駅には。山形新幹線の翼号の停車駅としては、大石田の次は全ての列車が終点の新庄になるということで、代行バスもノンストップというわけです。終日大石田新庄間で運転を見合わせいたします。大石田からバスによる代行輸送となっております。
翌朝も大雨の影響によりまして終日大石田新庄間で運転を取りやめ、大石田新庄間バスによる代行輸送を行っております。ご利用のお客様にはご不便ご面倒をおかけしております。お見出します。申し訳ございません。というわけで駅員さんによる、ね、案内もありましたが、列車が参ります。ここちょっと10号車とかなんで、あれ翼って、あ、そうね、前よね。E5 系の方は U49 編成、まあ、かなり新しい編成ですね。まあ、少し前まで E3 系との並結は E2 系だったんですけども、まあ、いつの間にかね E2 系の時代はもうほぼ終わり、 E3 系の並結も E5 系になりました。できれば E8 系の運用に乗りたかったんですが、まだ数が少ないということで本日は翼の E3 系に乗ります。まあ、E3 系もねもうそんなに長くないですから先に乗っておくのは問題ないでしょう。しっかりと自動放送も対応されております。 L67 編成ですね。 E3 系の翼号大石田行きです。今から車内清掃等が行われるということでしばらく待ちます。途中の福島までは17両編成で運転、福島でそれぞれ切り離します。ただいま車内清掃を行っているところですね。 E3 系ということでいいね。歩道車準備中、一回ドア閉まるよね。で一応ね電光掲示板見ると山形新庄ってなってるんですよね。これこの後大石田に変わるのかな、その辺はよく分かんないんだけども、本日はね途中大石田までですから。まだ車内清掃中なんですが、今ちょうどね大石田駅の表示に変わりました。停車駅はさっきの全く一緒ですかね。こんな感じです。 JR 東日本としても8月中旬までにはね復活させたいということで、やはりお盆休みまでにね何とかして間に合わせようと今必死で頑張ってくれてると思います。とりあえずね大石田までは運転再開できたというのも、まあ、かなりでかいですよね。大石田新庄の間普通に新幹線で移動すると大体15分ぐらいなんだけども、今バス代行を使うと30分ぐらいかかるんですよね。途中ノンストップですけども。で、まあ、そこから先の大本線とかっていうのも今現在不通状態で、秋田方面に列車で抜けることも今日の時点ではできません。あとはその新庄からね陸羽西線、まあ、これは今回の大雨と直接、まあ、関係はあるのか、一応ねもともと工事の影響でバス代行になってるじゃないですか陸羽西線。ただその陸羽西線のバス代行も今現在ねやっていないということで、こちらもねいつ復活するかっていうのはまだわからない状態です。ということでまもなくね清掃終わったと思うのでドア開いて乗車できます。本日はかなりの乗車率、まあ、満席とかではね全然ないんですけども、多分7割ぐらいの指定席埋まってると思います。はい、では乗りましょう。座席の方につきました。翼号で使われている E3 系、まあ、ミニ新幹線ということで2プラス2のシート配置になりますね。まあ、新幹線としてはやっぱり車体も小さいのでちょっと狭さはね正直ある。 E5 系とかの方が全然足元とかのもっと広く感じるし快適ですね。まあ、ウッドレスはこんな感じで一応ついてますけどもね。あと今回の E3 系に関しては新しい E3 系ということで、普通車でもね窓側にコンセントがついています。通路側にはねコンセントっていうのはありません。まあ、この座席でね3時間ということで、まあ、結構な長距離移動になりますね。
翼137号は東京上野を出て、そして大宮を出発しました。大宮でね、かなりお客さん乗ってこられましてね、車内も結構賑やかな状態です。大宮を出ると次は宇都宮に泊まるのかな。英語放送では大石田って言ってますね。日本語の放送ではね、大石田駅っていうのはカットされています。大宮からしばらく新幹線福北線だったんですが、大宮を出て3分ぐらいで上越北陸新幹線の線路が離れていきます。上の線路ですね。ここから先は東北新幹線単独です。東京駅を出発して1時間30分、列車は福島に到着しました。福島駅の電光掲示板は大石田駅に、ね、しっかりと対応していますね。ここから先、翼号は奥羽本線に入ります。やまびこ号に関してはこのまま、ね、東北新幹線を走って仙台を目指すといったような感じです。
で今現在なんですけども、この福島駅で翼号と山彦号の解決作業、あとは上りの場合はね増結することになるんですけども、そういった作業というのは全てこのホームで行っています。でこのホームというのが東北新幹線の下りのホームなんですよね。でつまりまあ下り列車の場合は特に問題ないんですけども、上り列車の場合もこのホームで連結を行います。つまり何が言いたいかというと、まあ、翼号がね大本線からこの下りホームに入線してくるじゃないですか、東京行きの場合で。いや東北新幹線の山彦号に関しても東北新幹線向こうからね仙台から来るわけなんで、一回下り線をまたいでこの上り線、下り線をまたいでこっちまで来るわけですよ。でここで連結してまた東京に向けてね出発するときももう一回ね下り線をまたいで上り線の方に行くということで、2回またぐ作業っていうのがあるんですよね。まあ、それを今後なくすためにこのアプローチ線っていうのもね今建設されておりまして、それもねすでに出来上がってるみたい。まあ、ちょうどこの福島出るときに、ね、見れると思うので、進行方向右側ね注目しようと思います。解決作業も終わり発車します。ちょうど下りの早草小町が通過しましたね。アプローチ線ができると今後上りのね翼山彦の増結は一番奥の線路で行うことになります。もちろんね立体交差で、あ今あそこにショベルカーみたいな止まってますけども、あれがアプローチ線かな。アプローチ線はねこの東北新幹線本線の下を通るみたいなんですよね。この奥の日本の線路は東北新幹線の本線ですね。あるね、この下の線路だ。これが今後アプローチ線として、あ、ちゃうわ、こっちか、この新しい方だな。今現状ねここに関しては上りも下りも同じ線路を共用している形になるんだけども、今後はそれがなくなるという形です。やっぱ大石田駅ですはカットされてますね。ここから先は在来線ということで最高速度は130キロになります。線路に関しては新幹線と同じ標準機の線路、まあ、つまりこの辺りを走る普通列車もね標準機仕様の車両になってるんですよね。特殊仕様です。英語だとねやっぱしっかりと大石田に対応していますね。17号車を先頭に7両目の運転です。注意
というわけで翼号は順調に大本線走っているんですが、列車まもなく、ね、米沢に着きます。本来新潟方面に抜けるんだったら、この米沢からですね米坂線を使って、まあ、坂町方面に抜けるってことになるんですけども、ちょっと今回はね大石田の方まで抜けます。東京出発して2時間45分、列車山形に着きました。山形駅では乗務員さん交代してすぐに出発です。山形と新庄の間っていうのは、山形と大石田の間かな、1週間ぐらい運転見合わせしていたんですが、まあ、今日から運転再開というわけですね。いや、再開にのためにね、いろいろと作業してくださった方、とお疲れ様です。かなり多くの方が山形で下車されまして、今も車内ねかなりガラガラです。列車は先ほど村山駅を出発して終点の大石田に向かっています。この辺りもですね、もちろん大雨の被害っていうのは大きかったみたいで、至る所でショベルカーとかね、そういった作業車っていうのを見ることができますね。パッと見た感じはね、だいぶ復興してるなっていうふうに感じますけども、でもたった1週間でここまで復興してるっていうのはかなりすごいなって思う。作業されてる方ね、このめちゃくちゃ暑い中、本当にご苦労様ですと言いたいですね。この辺りの農作物とかも被害をね、もちろん受けてると思うので、一刻も早い復旧が望まれます。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。
列車は終点の大石田に到着しました。ちょうど反対側には東京行きの E3 系翼号が停車していますね。では降りましょう。終点の大石田に着きました。列車の行き先はすでに回送になっております。まあ、この後車庫というか引き上げ線か何かに引き上げた後ね、車内清掃してまた折り返しね、東京方面の列車になるんじゃないかな。今15時15分なんですけども、代行バスは15時30分発ということで15分間ね、時間があります。バスは大石田駅出たところに停車してるみたいなんでね、そちら方面に乗り換えって感じですかな。最後ね、バスの様子っていうのも撮ってから今回の動画は終わります。改札の外に出ました。大石田駅こんな感じになってるんですね。初めて降りましたけども、結構駅前はね、人で賑わってるといったような感じです。あ、上上がれるんだ。なるほど、上から駅とか眺めれるようになってるんですね。で、代行バスなんですけども、改札を出て左に進んでください。これは違います。これは旅館のバスですからね。これは違うんですけども、でもこうやって旅館のバスとかもね、運行してるっていうことは観光客も全然受け入れてるってことですよね。今実際観光で来られてる方もかなり多いです。はい。で、奥に止まってます、あの観光バスですね、あれが代行バスになるみたいです。ちょっと見に行ってみましょうか。代行バスはね、2台止まってるんですけども、137便って書いてるね、1台目は。これ多分翼137号からそのまま取ってるんだと思います。で、利用してる人見たんだけども、5人ぐらい乗ってるかな。逆に言うと、まあ、それしかいないんだって感じではあるんですけども、まあ、とりあえず本日から8月の中旬までに関してはこの大石田と新庄の間はね、代行バスでの運行になるので、新庄行かれる方はね、この観光バスに乗ることになると思います。まあ、8月の中旬からはですね、 JR 東日本が新庄まで運転再開させるということなので、いや、すごいスピーディーだなと思います。お盆にはね、間に合うようにということで、はい、そんな感じになってますね。はい、ということで本日なんですけども、東京から大石田まで翼号を使って移動してきました。で、大石田から新庄に関しては代行バスですよというね、動画でしたけども、この辺で終わろうと思います。いや、これ以上ですね、まあ、災害が日本で起こらないことをね、祈っております。今年はね、夏本当暑いですから、まあ、大雨の災害とか以外にもですね、熱中症とかもね、気をつけていろいろと旅行とかしていきたいなと思います。はい、ということで今回の動画はですね、この辺で終わりだと思います。まあ、僕はですね、今からまた新幹線乗ってね、ちょっと上山温泉の方まで今回は戻ります。で、今日はそこでね、ちょっと宿泊と考えてるんですけども、明日はね、新潟方面に抜ける予定です。この辺で動画終わりだと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。結構テレビカメラもめちゃくちゃ来てるわ。